人類を救うのはダイヤモンドかもしれない。ダイセルの新発明ナノダイヤソリューションの一つ、世界初太陽の光だけで CO2 を半永久的に分解、原料に変え続ける太陽光超還元。 CO2 の排出はゼロでは足りない、マイナスにするしかない。 CO2 を資源に変えろ。ダイセル。